成人式あるよな。朝の6時集合とかやろ。やべえな。朝早いな。そう、今おきちゃんのクローゼットの中。動画ゆらこだった？マジ？ね、見に来る方も朝6時集合って成人式に出る勢いのな集合時間やんって思った。まさみくんありがとう。ああ見かけてありがとう。ライダースだよ。あ、みんなめっちゃライダース反応してくれるね。ライダースです。ヒレポンありがとう。居心地いいわけは ないけど、まあ向こうでオキポいるからクローゼットの中からやろうと思って。こんばんは。似合ってる。そう、あのね、シティーユーのお披露目の時の私服でね、実はライダース着てました。スタジオの動画よかった。あ、あのダンスパートのね、ところが流れてた。そう、今日ご飯一緒に行ってたから、おきちゃんと。こんばんは。ね、6時集合早いよね。いつも違う雰囲気。そう、髪の毛を巻いてるからかな。めっちゃ食べてました。美味しかった、めっちゃ。そう、あれが冒頭で、そっからリバーとかウザとか野蛮な求愛とかダンス曲がバーって始まる感じですね。そうだよ。いろいろとおしゃべりしてたの。お、6日。そうやね。キヨニありがとう。ありがとうございます。あれだよ、6日の洋服どうしようと思って。エイチェイトさんありがとう。6日。なんか、どうしようかな。なんかね、そう、本当はね、着物を着たかったんだけど、自分じゃ着れないやと思って諦めた。最近買ったお洋服を着ようかなって思います。ベンゾーさんありがとう。オキシンは外にいる。かわいい服期待してます。マジか。じゃあ、かわいい服でいきます。なんかね、ああ、やっぱやめとこう。ヤッホー。なんか今日、おっきちゃんと、待ち合わせしてたんだけど、こう、なんていうの、普段はさ、なんていうの、メンバーがみんな可愛いしさ、なんか可愛い子たちしかいないからさ、メンバーの中に生活してるから、あんまりなんかもう麻痺しちゃってわかんないんだけど、こうなんかパッて人混みの中からこうオキがこっちに来た時に、めっちゃ可愛い子いると思ったオキだったっていう。たけぽんありがとう。そう、こんばんは。なんかオーラあった。でもなんかめっちゃね、リュックにパンパンに荷物詰めてて、なんかえいさこいさって感じだったの。で、なんか いや、言った本人に言っちゃった。なんか田舎から出てきた美少女って感じだった。
可愛かった。めっちゃやっぱさ、こう普段はメンバーの中にいるからみんな何にも思わないけどさ、パッて普通の人の中にいるとさ、やっぱめっちゃ可愛いよねメンバーってって思って うぬぼれてた。竹ポンありがとう。岡山じゃないよ、広島のユランチ、ユランチじゃない、オキポンチ。私は全く変装しない派です。マスクも帽子も全くつけない。オキもマスクも帽子もつけてなかった。あんまり話しかけられることない。話しかけられずに後で芋っぽいかったドラフト生ってつぶやかれる 髪型ちょっと巻いてるからね。街中でゆらりんおったらめっちゃ可愛い子おるってなる。なるかな、多分。でも私は紛れると思う、その辺の人たちに。オキは確かね、なんか可愛かった。目元のメイクめっちゃ好き。ほんま？でもはん、あ、そう、でも今日ね、オキと二人でね 買い物してたの。買い物してたらレジの人に STU ってバレてっていうか、なんか応援してますみたいな言われて、おおってなった。しかも女の、若い女の人だったの。アイドル知らなさそうなのにびっくりした。しんちゃんありがとう。いや100円ショップ いや100均で買い物してて、バレたバレた、100均行ってることって しんちゃんありがとう。いや、お前めっちゃ可愛かった。あ、ね、声かけてくれたね。そう、でも私宮島も前友達と行った時に一回話しかけられて、めっちゃ若い女の子に、中3の女の子にね、宮島で話しかけられたの。全然なんか バレた時は嬉しい。え、なんかあんまり「やったバレた」とはならないかな。でも「え、話しかけないで」ともなんない。何なんだろう。わー、ありがとうございますみたいな びっくりする。よくわかりますね私のことってなるかな。あ、確かに女の子の方が声かけやすいっていうのもあるのかな。でも男のファンの方にもね、話しかけられたことあるよ。私がね、一人でね、カフェでね、パスタ頬張ってたの、一人で。で、そしたら話しかけられたからめっちゃ恥ずかしかった、パスタ食べてるときに。東京だとね、絶対気づかれないと思う。福岡とか神戸とか。ちょっと人が多いところだと気づかれないと思うけど、広島は割と結構話しかけられること多いかもしれない。全然話しかけてくれて OK、 自分は。ありがとう。うーん、そうだよね。ありがとう。でもなんか確かに、なんて言うんやろうな、こうめっちゃ家族とかでおってって時にめっちゃ話しかけられて止められたりしたら、うんってなるかもしんないけど、なんか普段街中とかで会った時に話しかけられたら全然「わあ、ありがとうございます」って感じかな。ゆらはフレンドリーな感じだと思う。まあね、広島に住んでるからね、出没しちゃうよね。誘わないでください。負けよね。カープの選手とかね、あったりするよね、広島いると。いや、公園を話しかけてくださいよ 会
帰りのお見送りで。おきぽんちです。あってびっくりした人います。どうやろうな。でもカープの選手とか、ほんとエルドレッド選手とかもね、普通に本通りとか歩いてるから、なんかオーラあるからさ、身長高いし、めっちゃおおってなる。スケイには彼女連れの自分のお宅に声かけるメンバーがいます。やばっやばっ、ひでぽんありがとう。まあ広島に住んでる人が多いかな。確かに新大久保とかね、女の子好きだからね、いそう。高級店に行くことがないんだな。つるひげさん、タコありがとう。おひちゃんいるよ。いっせありがとう。つるひげさんありがとう。どうなんやろね、話しかけちゃいけんルールなんかな、わからん。でもなんかユラも福岡に住んでる時に、福岡に住んでる時にスザンヌさんがロケをしてて、たまたま会ったんですよ。でも話しかけれなかったけど、こっちおいでこっちおいでってロケ中に言われて、でも私その時行けないですみたいな感じで行かなかったんだけど、スザンヌさんに行かれたことがある。そうだね、写真とかサインとかはダメだけど、話しかけるのは全然。私なんかに気づいてくれる方がおったらね、そう、全然話しかけてって感じ。りょうぺありがとう。イエスさんありがとう。何の自慢やねセザンヌありがとうね。割と広島はね、いるだけでこうメンバーに会う率は高いかもしれない。あ、間違えた間違えた間違えた。そこじゃない、そこじゃない。いや、スーザンボイルさんは知らんわ。あーでもみんなそうなんやね、会ってもプライベートやけんと思って話しかけんのかな。偉いね。でもどういう状況死者も知ってますよ、好きですよ。君と夏フェスとか好きです。こんばんは。メンバーとすれ違ったこととかってあります？ちなみに皆さん。好奇心は分かんない。なまけものさんありがとう。もうあるんだ。もう結構あるんだねみんな。へえ。私も一回福岡にお仕事で行った時に、ビビアンさんに会いました。博多駅で。
でも遠くで見かけて、あっって思ってそのままって感じだったけど。ひなぴよさん、おお、目立ってた、めっちゃ。まなぶさんを見かけたの、逆にレアじゃない、それは。あとは東京の仕事の時にタクシー待ってたら峯岸さん見かけたりとか。そう、割と48のメンバーはすれ違ったことあるかもしれない。でも普通の芸能人は全然わかんない。まさみくんありがとう。まぽんありがとう。オーラなのかな。でもビビアンさんが駅にいた時はすぐ分かったし、峯岸さんも分かった。普通に割とみんな、なんか帽子とかは確かにかぶってるし、マスクもしてるんだけど、なんかね、分かる、普通に。なんでだろうね、オーラあるのかな、やっぱり。あるんやろうね、やっぱ。今日おきちゃんと会った時に思った、ちょっとオーラあるなって。やっぱみんな普段はね、見慣れとるけんあれやけど、あんまり。何て言うんやろ、メンバーとかじゃなくて普通の人の中におったら目立つんかもしれんね。もっとありがとう。お、福袋写真フォルダ当たった、イエーイ。そう、顔がちっちゃいから。なんで弟やねん。ありがとう。逆に話しかけないでくださいって言う。あ、でもそうなんかな。メガネ拭きとか入ってんのすごい。姉ちゃんありがとう。こんばんは。マネージャーいたら話しかけられない。確かに、それは怖いかも。女子力の高いメンバー、トロブさん。ファミレスにいらっしゃったら声でバレそう。それな。私、声でバレるんだよね、多分顔よりも。しかも笑い声とか、ははっていう感じだし。え、福袋持ってたの、かのんさん。いいな、ユラも欲しいんだけど。え、トロブさんは女子力高い。あとはサッキーさんとかも女子力高い。いい匂いがするし、なんか爪とかも綺麗だから、サッキーさんも女子力高いなってよく思う。りょうぴょうありがとう。楽しかったよ、出かけ。さあ、それじゃあ、そろそろ終わろうかな。あ、見た、コッコさんのやつ。
ック袋いいな、ユラも欲しい。確かに、ももなさんとかも女子力高いイメージある。トロブさんは結構なんか結構最新の流行りものとかをね持ってるイメージがある。よし、それでは今日は歌なしです。ランキング読みます。ランキング読みます。13位がラブリーミオさん、ありがとうございます。12位が台湾中心さん、ありがとうございます。シェイシェイワン。11位がタケポン、ありがとうございます。10位がリンジアットユラキン、ありがとうございます。9位がショウヤ、ありがとうございます。8位がエイチエトーさん、アット岡山、間違えた、岡山は違う次の大阪握手会でやっと3回目ですいません。そんなことないよ、めっちゃ楽しみにしてるね、ありがとう。そして7位はりょうぴょん、アットあかりが大好きなおそろのアイフェイスに変えてみた、おおそろっち、ありがとう。そして6位はまさみくん、ありがとうございます。そして5位がつるせんにいさん、ありがとうございます。そして4位がるかさん、ありがとうございます。そして3位は伝説のひでぽん、あとお正月もあっという間に終わりでびっくらぽん、ほんまやね、もう三が日が終わりです。そして2位がなるこさん、ありがとうございます。そして1位はずるずるずるずん、チョロヒゲさんでした、ありがとうございました。それでは皆さん、今日もありがとうございました。また、明日。明日はね、夜からちょっとお仕事というか用事があるので、お仕事があるので、夕方とかお昼とかそっちくらいに配信するかなと思います。また明日も配信するので、会いに来てくださいね。それでは、おやすみなさい。バイバイ。バイバーイ。